プロテウス航空706便空中衝突事故は1998年7月30日、フランスのリヨンからロリアンに向かうプロテウス航空706便が、キブロン湾上空でセスナと空中衝突した事故である。双方の乗員乗客15人全員が死亡した。現地時間12時21分、プロテウス航空706便が、リヨンサンテグジュペリ国際空港を離陸した。 目的地であるロリアン近郊のランビィウェ空港まではわずか70分程度のフライトであった。この日、クルーは飛行進路を南にずらし、キブロン湾上空を通ることにした。これはかつてフランスが誇った豪華客船フランス号が湾内に停泊中であり、空から見物したいと乗客の一人が機長に希望したためだった。この頃、地元の飛行クラブ所属のセスナが バンヌ空港からキブロン湾へこちらも客船見物のために陸した。13時53分、キブロン湾に差し掛かった706便は3700フィートに降下し、景気飛行から有志海飛行に切り替えた上でさらに2500フィートまで降下した。そして2500から2000フィートの高さで360度の左旋回を行った。13時56分、セスナのパイロットは 無線更新で3000フィートから1500フィートに降下することを伝えている。13時57分、706便は360度、旋回をほぼ終え、元の空路に復帰して空港に侵入すると、ロリアンの管制官に伝えた。13時58分に、この確認を受けた直後、2機は衝突した。2機は湾内に墜落し、 ビーチクラフトの乗員乗客14人とセスナのパイロット1人の全員が死亡した。事故後の調査によってセスナのトランスポンダーが作動していなかったことが分かった。1997年と1998年に AIS によって公表された文書では当時セスナのトランスポンダーは飛行中に必ずしも作動させなくとも良いとされていた。そのためランビウエ空港側ではセスナを レーダー画面上で認知し、完成することができなかった。また706便とセスナは互いに違う、周波数で更新していたため、双方のパイロットも、事故直前まで相手の存在を知ることができなかった。この調査では、西北西に飛行していた706便が360度左旋回を行った結果、右から接近するセスナの機影が持ち上がった。 ビーチクラフトの翼に隠れてしまったことが明らかになった。また正面からビーチクラフトに接近する形となったセスナ側でも機体の操縦装置などが作る四角に706便が入り込んでしまい最後まで視認できなかったということも分かった。この空中衝突事故の27年前にヒューズウェアウエストの DC-9 が 空中衝突して墜落するというヒューゼアウエスト706便空中衝突事故が発生した。偶然にも便名が同じ706便であった。どちらも相手の機体の目視ができなかったことが原因であった。ありがとうございます。